参議院議員の山谷絵理子でございます。長谷先生、どんな人か。本当にあったかくて、明るくて、行動力があって、忍耐力があって、文武両道の人で、こう、先を読む力、それからいろんな人の声を聞きながら、こう、アイデアを持って、みんなをこう調和させていく力、まあそんな力のある方だなというふうに思っています。私は長谷さんとは、文化とか教育関係とか、それから地方創生でよくご一緒に、お仕事をさせていただきました。今自民党の文化関係の会長をしているんですけれども、金沢城のそばに素晴らしい国立の工芸館できましたね。本当に工芸の町金沢、そしてまた21世紀美術館もありますけれども、現代アートから何からやっぱり文化の町、時間軸の長いこの深さで文化を感じられる町でありますけれども、そうしたことにご尽力、大変な力を発揮されましたし、また幼児教育の振興やいじめをなくすための議員立法など、一緒に作らせていただきましたけれども、やはりできるだけたくさんの国会議員の賛同をいただくために、野党の皆さんに根回しをしたり、いろんな声を聞いたり、現場を視察したり、本当に丁寧なですね、ガーンと力があるんだけれども、その力がですね、非常にこう、持続するし、そして深さを持っているっていう、そういう人だなということも感心させられました。その他にもですね、やっぱり国語の先生でいらっしゃるから、とっても繊細な文学性を持っているというところも私大好きで、文武両道のですね、もう日本人らしい、もうあっぱれっていう感じの、生き方をしていらっしゃるところが、大好きです。文科大臣、教育再生の担当大臣の時は、石川県っていうのはもともと全国学力調査でももうトップクラスでありますけれども、そうした素晴らしい教育が、全国隅々まで、行き渡るようにということで、尽力されていましたし、これからもですね、石川をモデルとして、こう全国をですね、教育の底上げに頑張り続けてくださるんではないかと思います。農業の体験もすごく豊富でいらっしゃるから、攻めの農水産業の振興にも努めていただけるというふうに思いますし、また個人的には私、よく走ったりストレッチしたりトレーニング場で一緒に長谷さんと一緒になることが本当に多いんです。もうすごい集中力とですね、それからもう一つ科学的アプローチっていうのをすごくなさってらっしゃる方だなというふうに思いますので、石川県のこともですね、参議院もなさられてましたから石川県全体のことを分かってらっしゃって、いろんなこの地域をですね、くまなくその特徴と持ち味とそれを引き出すために、最大限に引き出すためにどうすればいいかというですね、アプローチもきっと丁寧になさるんじゃないかなっていうふうに思っております。私は隣の福井で、ご先祖様は石川で、神社の宮司もやっていたんです。この北陸というのは祈りの道でもあります。もう本当に石川県の存在意義、新幹線もどーっとつながってきておりますし、産業、文化、観光、イノベーション、さまざまな発展のために石川の可能性をですね、引き出してくださると思います。新時代の石川を切り開くのは長谷パワーであります。本当に明るくて県民の心をいただきながらですね、引き上げていくって、そんな物語を作ってくださるんではないかなというふうに思います。石川県の皆様、新しい石川知事には長谷博さんも、長谷博さんをどうぞよろしくお願いいたします。